午後に広島入りした両陛下は、まず最も被害が大きかった広島市の八木地区を訪れ、家があった場所で深く一礼されました。続いて近くの公民館で皇后さまは一人息子を亡くした男性に、寂しくおなりになりましたね、悲しみがどんなにかとお見舞いの言葉をかけられました。土砂災害では74人が死亡し、この公民館にも一時はおよそ400人の住民が避難していました。両陛下は8月に災害が起こった際に静養を取りやめ、その後も状況を案じられていたということです。